7月12日セリーグ順位まとめ。若林頼む。犠牲フライでいいんやで。いけ。若決めろ。さよならしてくれ。よっしゃスクイズや。ただ若林も振り回すからな。ガットヒーローになれ。神林、神若。俺たちの若様、レイブありがとう。ガット信じてたよ。若林すげー。ガットったー。完璧です。今日勝てたのはデカすぎる。坂本実力以上の最高の仕事からの、ガット美味しいところを持っていく。6連戦初戦取れたの大きい。今日は負けパターンだったのによかった。6連戦4勝以上なら優勝あるな。今年は野球が楽しい。あっさり。は？はい弱すぎ。終わった。最悪。中継ぎの差で負けるぞ。終わった。ほうらねキーマン若林。中日さん立てして調子乗ってたけど、上位と当たったらこんなもんすよね。また真ん中に変化球。アコすぎ。やばり数に済んでよかったわ。はいはい明日明日。ふざけんなよ。今日負けとかさん立ての好きですやん。お疲れ様。ダメだこや。はいみんなの予想通り。お疲れ。また明日な。勝っただねー。さすがライデル。よっしゃー。久々の快勝だ。ライデル150セーブをね。終わるの早。勝ったけどつまらんかったな。追加点欲しいわな。3連勝3連敗3連勝と行こうぜ。2時間20分経ってない。ライデル休ませたい。来年にも響く。来年もいてくれるとは限らないぞ。ヒロトー。よかったな。もういいわ今日は。今日は乾杯か。初戦弱すぎ。今の大山なら井上の方がいい。今日の収穫リリーフ休めた。そがこの試合だけ見ると本当に4連勝してたか。怪しいレベル。中途半端な球速のピッチャーしか打てないんやろな。4三振って佐藤も元に戻っとる。こいつらに選球眼という概念はあるんか。そうもんない試合だったな。今季はアストゲームだな。何回目誰投げようが今日は 100% 勝てない試合だった。終わり。はぁ、あ、1点差で負ける。様式日村上と山田の三振率やばいやろ。見てるといつも三振してるぞ。スクイズすればよかったのにな。なんで2割の代打に普通の打たせるんだ。山田がスクイズの練習なんてしてるわけないし。丸山も収束しちゃったな。地球なんていらん場面でストライク見る意味わからん。13打数9三振の代打出したらどうなるか猿でもわかるだろ。どん底カープに勝てないってどこなら勝てるの。どん底は俺たちだろ。勝ったー。連敗止まったー。守り勝つ野球来たー。久しぶりの勝利。球審ありがとう。栗林もすっかり劇場型に特大だったのー。石川さん今日もすまんな。チャイナーの人間性の高さ。MVP は森浦。やっぱズムスタのヤクルト戦なら勝てるんだな。栗林楽しんでいただけたかな。丸さん3割1分7厘か。打率トップ来た。坂本は降格前とあんまり変わったように見えなかった。巨人は先発がいまいちでリリーフが流れを変えた。DeNA は先発は完璧だったのにリリーフで負けた。吉川は守備で貢献したから許せる。そういや岡本ホームラン打ったな。大城外せないしどうすんの明日から。モンテス来るまでに坂本の見極めをしないと。しかし横浜結構強いな。ジャクソンがこれだけ良い投手なのは想定外だったわ。今年の横浜は甘く見たらいけないな。なんでジャクソン変えてくれたんやろか。あんなん完投さすやろ。とこを降りてから4球0アンダー0で終わらせた中継ぎ陣久しぶりにいい働きしたな。負け方が良くないね。なんかぬるっと負けた。この中継ぎじゃこういう試合は増えるわ。テコ入れしないフロントがアホ。結局中継ぎがゴミすぎて優勝を逃す。JD 何してんの。たった103球でジャクソンを下ろした三浦の負けや。無駄に中川使ったの痛いな。効率よく打たれて負けた。しかしジャクソンが投げると点取らんな。丸のホームランでこの展開見えた。ジャクソンがかわいそうだ。明日は吉野。連敗は確実。今日落とした意味は大きすぎる。ヒロト様様やね。ヒロトからライマルに直接繋ぐというメジャーレベルリレー。B 戦引きずらなくてよかったわ。ほらな、0に抑えれば大体勝てる。横浜打線と違ってバンドの阪神戦はこんなもん。今日は穏やかな気持ちで試合を見れたわ。今日は立浪采配ズバリだったな。ヒロトの成績バグってない。岡林は運ないから今年は諦めろ。いい当たりが真正面なのが今年を物語ってる。細川、ヒロト、ライデルの豪華ヒロイン。なんか毎日2桁三振してるよな。出る無双モード終了。言うほど無双もしてないが、ベースボールと野球で勝っただけだからね。相手のミスなきゃ相変わらずワーストレベルの打線よ。現地組が気の毒すぎる。まあ今日はしゃあない。切り替えてけ。4番5番揃って2軍でミニキャンプや。野球をもんな。村上も2回以外は良かった。あこくさ、高橋でクソ球審が試合作ったら勝てるわけないやん。野口も練習あるのにじゃ。ワンアウト三塁でいかに打点を稼げるか。そういう打撃ができる選手こそ勝ちのある選手。今のヤクルトには多くの勝ちある選手いねえな。なんか100点としない終わり方やな。しかし再開なるべくしてなってるな。松田で一勝もできずにシーズン終わらせるのか。9回に追いついてもどうせさよなら食らってるよ。それなら最初から負けで終わった方がマシ。監督もコーチもみんな変わってほしいわ。ヤクルトは苦手な球場多いね。甲子園松田神宮が苦手とか。これじゃ優勝はきついな。山田より沢井とかの方がよっぽど期待できたな。代打でもいいからベンチに入れてほしいよ。しかしいかにもな弱いチーム同士の戦いだったよ。譲り合ってる。カープでもギリギリ勝てるヤクルトほんまありがたい。連敗同士の壮絶な試合だったな。いくらなんでも今年はイレギュラー多すぎる。4連敗だったのか。10連敗くらいしてるような重さだった。先週の木曜以来の勝ち。長かった。外野が後ろ下がるようなくらい多かったし、明らかに飛ぶボールになってんね。今日のヒロインは球審の山村さんだよね。小園よく打ちました。しかし上本以外に3番徹底やる子がおらんってさ。坂本守備は良いから打順はせめて8番にしてくれ。6番打たせていい打力じゃない。ちょっと坂本は代打に徹してほしい。さすがに擁護できない。いい守備だったけど大城ツーベースのおかげなのに誰も褒めてないのさ。目立たないけど船場様さんいい仕事してるね。中川今日は良かったね。丸のソロはもっと評価されていいよね。これがなきゃ負けてたかも。丸ヘルおらんかったらと思うとゾッとするわ。やっぱ岡本ファーストだと安定感あるね。貯金後の壁越えたのいつぶりだろ。同点で体勢注ぎ込んだ回があったね。勝ち投手人類だで評価されるレベルまで落ちたか坂本。坂本がサードカチカチにしてくれたのも勝因だわ。そういえば貯金6って今シーズン初か。明日のスタメン発表は荒れそう。岸田坂本大城の扱いで先発7回中川森原もうこれしかない。相対的にこうはもうリリーフエースだな。まあここで首位に立っても逃げ切れる選手そうじゃないし、できるだけ A クラス
維持しながら CS でポカポカの状態を目指したいね。中継ぎ緊急補強すべき。楠本上里あたりで取れないか。先発が6回で降りると終わるチーム。去年は中日ヤクルトパリーグにしか勝てなくてなんとかギリギリ3位に滑り込んだけど、今年もそうなりそうやね。追加点取らない打線も悪い。昨日の勝ちは優勝感じさせる勝ち方だったのにね。今日は何としても勝たなきゃダメだろ。森龍斗も中継ぎやらせろよ。すごくもったいないけど、8回系という手もあるよね。まあ3立て食らわなきゃ。まだシーズン長い。この中継ぎでここにいるのが逆にすごいだろ。加藤がいい感じだな。明日も加藤かな。大丸には大野、大島、ビシエド、中田の原稿分全額あげたらええ。細川の打順はどうするかな。ここで3立てできたら面白くなるけどな。そう言われれば、今日は細川の守備使いゼロだったんだね。今日は全部強打か。4安打でも強打がいいな。強打4本、3打点。やっぱり強打打たんと点入らんよな。ヒロト今年重賞は一体ね。ヒロト去年と全然ちゃうな。すり足もやって納得してよかったのかもしれんな。せっかくの好ゲームなのに名古屋の放送局は地上話なんて。細川を4番で使うな。変にプレッシャーかかる打順はダメなのやっと気づいたか。立浪よ。立浪の名采配で勝利ってマジ。色丸尊い。石川使えって言っても周平が猛打賞からの今日も強打で、当分石川出番ないだろこれ。ロドリゲスはいつかは打てるようになるのか。19歳で来日した頃はガリロロで、クイックも牽制も一塁カバーもできなかったのによくここまで成長してくれたよ。ライデル大好き。村上は曜日変えても意味ないな。先制点上げすぎ。3テレビ時間も手余しとるやないか。大山4番で進駐して今年は終わりやろな。小畑が上げてきても木波戻して木波スタメンやぞ。大山はインコース恐怖症なのか知らんけど、外角踏み込めなくなった時点で打者として終わりやろ。ノイジー出番ですね。本当打撃コーチは何やってるんだろ。村上は曜日変えても勝てんなら、火曜に回って勝てなくなった才木がもったいないな。村上もヒンダのビータ戦から3点も取られたらあかんやろ。最低限もできない大山が悪い。あそこで1点でも返してたら違ってた。右京はまだ外角を強く叩けるくらい体できてないんやろ。ちょっと苦しんでる感じあるわ。野手がひどすぎる。クリーンナップで負けた試合やね。スケット取って大山と併用しろや。できる手は打て。明日は食いだっけ。まあなんとかなるやろ。丸山はまた見事に自分で言ってた。ボールに衝突しに行く打ち方になってるな。早修正せないかは出したらよかったのに。なんかもう負けても心が全く動かんな。我が心すでに空なりってこういうことか。まあ、今日は石川が試合を作れなかった時点でダメだね。そこだから3点取ったのはようやっとるだけにもったいない。か今日も西川は使わずに浜田にこだわっているし、高津監督地味にミフ。まあまあ先発が4失点では勝てません。もともと9連敗覚悟してるからどうでもいいわ。打順にしてもたまに1日だけ村上3番にしたりして何の意味があるのかわからん。メスを入れますきり。7連敗。浜田とかオスナとか来た球を単純に振る何も考えてないやつなんとかしてくれよ。いい線やけど、お前らずっともじゃないの。なんで離れていくの。そっちがこっちに追いついてくれないと。竹岡が遊撃手はないわ。明日、先発復帰なのかショートスターターなのかわからんけど小沢やろ。あんま調整つかんなかったが大丈夫なんか。秋山のヒロインは試合見てるより緊張する。どのように質問したら秋山が気持ちよくヒロインを受けれるようになるのか。松山好きだけどさすがに諦めようよ。新井さん、宮本と今中の声の区別つくやつおる。アラニーになってるわ。対中日3勝9敗、対悪8勝2敗。ヤクデータ貯金が全部中日へ。月2日に代打田中松山って地味に今日ひどかったな。松田のヤクルト戦でもギリギリだったな。ここで勝てなかったら勝つところない。ハーンは今日で8回昇格あるかどうか。坂倉はなぜオールスターに選ばれた処分。坂倉なら野間選んで欲しかったわ。矢野に出て欲しかった。まあシャイナーに1本出てよかったよ。これで少しは気楽になるんじゃね。そこだは相変わらず球高いし栗林は濃厚。投手は厳しいな。大型連敗止まるときって大体こんな感じで僅差で止まるな。あとは明日勝ってカード勝ち越し決めたいの。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。